ヒューゴロペスゲーテル、ラミレスヒューゴロペスゲーテル・ラミレスは、メキシコの疫学者、研究者、教授、公務員。メキシコ保健省は、国内での COVID-19 の疾患による、パンデミックとの戦いにおける役割を強調している。ヒューゴロープス・ゴテル・レイマースは1969年2月22日、フランシスコ・ローパス・ゴテル・トルージオと、マルグリタ・ラミレイ・ユド・アルテの息子として、 メキシコシティで生まれました。彼の父は1925年にスペインのカタロニアのタラゴナで生まれ、父方の祖父母と共和党の亡命者としてメキシコにやってきました。彼の父は泌尿機械であり、彼の母は看護師でした。彼らは両方が病院20ディノビエンバーで働いている間に会いました。彼はメキシコ国立自治大学に入学し、 1994年に博士号を取得しました。彼は2000年に終了したサルバドールズビラン国立医科学栄養研究所から内科を専門としています。2018年12月1日以降、メキシコ国立自治大学で医学、歯科、健康科学の修士号を取得し、疫学の博士号を取得し、現在は保健推進予防省の長を務めています。 ヒューゴロペスゴテル、ピエザクラーベイエンエンターヘアスサナテリアス。https www.milenio.com2020 年5月24日閲覧。キエンエス、ヒューゴロペス、ゴテル、エルオンブレフェルテで、ロペスオブラドールイエンラクライシスポルメディカメントス、セナラドポルコンフリークトデインテレス。 https://www.infobae.com スラッシュ。2020年5月24日閲覧。ロスロペス、ゴテル、ラファミリアグアジェール・エスキーボ・バラス、ワイオイ・レセタス・ディアス・デグアドル。2020年12月15日閲覧。キエン・エス・エル・ドクター、ヒューゴ・ロペス、ゴテル・ラ・ミ・レッツ、エル・エンカーガド・デ・アンロ・パラ・ケーム・バティア・エル・コロナウイルス。 2020年12月15日閲覧。460ノンブラヌエボスフンすよネリオスエルセクリタイオデソルドホルヘアルコサーバルラ。2020年12月15日閲覧。ありがとうございます。